言ってたか分かんないよはい、ということで今日3時半から始まりましたアンサンブル東京最後のセットになります。最後のセットは石井真嗣さん、小説家の、それとクランボンの原田一子さんで、石井くん元気？石井くんは何歳ですか？5歳。どっから来たんですか？山形ね。山形。30回言い始めたとか、すいません、失礼いたしました。石井真嗣さんの息子さんです。拍手原田一子さんがこういうワークショップやるのも多分初めてだと。初めてだと思うんですけども、非常に面白いセットになると思います。それから皆さんの下にある風呂敷、終わった後片付けますので、もしも終わった後に残れる人がいたら一緒に片付けてってくれるとすごい嬉しいです。君も残ってくれるか？あ、8時に出なあかんのか。それはあかんな。じゃあ急いでやろうな。でも3時まで残れる。3時までなということで、アンサンブル東京最後のセットになります。改めて紹介します。原田一子、石井真嗣、そしてワークショップの皆さんです。言葉が聞き取りづらいかもしれないので、一歩ずつ前によかったらどうぞ。こんばんは、石井真嗣です。はじめましての方も、おなじみの方も、ようこそいらっしゃいました。うちの息子が早速お邪魔して、お父さんすみません。もうキャラ立ちしてますね、かなり。いろんな舞台に出ては最終なんかところまで行けるという。早く絵に描いて音楽見たい。もうステージ上がかなりすでにカオスな状態で。いやまだ終わった。おい君そこはダメな。君まだだよそうだよな、まだだからね。バイバイ。後でね。はい、後で来てよちゃんと。もう誰かもうシャボン玉始めてる。そうだよな。いいですよ、シャボン玉始めてもね。はい、どうぞ。すごいな、もう、フェスティバルやほんまに。三島駅
山形駅、博多駅、駅という駅から電車は出発する。ある場所に向かって走っていく、走っていく、走っていく。知っているかい？その場所に向かう電車は全部上り、鉄でできた2本の道の上を延々と上っていくんだ。仮面ライダーのスペクターに会いたい。仮
シフォンケーキ、これから東京駅、今日は晴れてるよ。今小倉井駅、下町を走る2両編成の電車に乗って都会へ向かう。
幸せの場所に来てみたら、日にちを間違えていたり、乗り遅れたなと思って、階段を降りていくと、18年ぶりの人と出会ったり、でも場所が最終目的地の人はいない。電車はここで眠らない。誰もここに住んでない。東京の真ん真ん中に空いた大きな美しいレンガの穴、
とか耐え切った。トイレはどこだ。ダッシュで探し回る。東京駅床の線を見ながら会社へ向かう旅人と、ぶつかったでっかいエビと目が合った。見送ったところ、ああ私もどこかに行きたいな。いいな。ケーキが食べたいな。コーヒーでも飲みますか。丸ビルにある甘いコーヒー。いいな。バスがいっぱい。された。今東京駅、エコが自分で階段登るっていうの、多分光間に合わないな。今東京駅、電車に乗る前にお母さんと喧嘩。お金のことで喧嘩。ああ、なんでこうなっちゃうんだろう。でも東京駅に着いたら、なんか急に謝りたくなってきた。便利そうなのにわかりにくい。便利そう。